エイリク・レナード・エクマン、エリク・レオナルド・エクマンは、スウェーデンの植物学者である。カリブ海地域の植物を研究した。ストックホルムの貧しい家に生まれた。11歳の時、家族とイオンショーピングに移り、そこで植物収集への情熱が芽生えた。1907年にルンド大学を卒業した。スウェーデンの船会社のアルゼンチンへの無料乗船券を得て、アルゼンチンに渡り、 ミシオネス州のスウェーデン人入植地で3ヶ月間植物採集を行った。ブラジルで成功したアンデシュ・フレドリク・レグネルの資金で設けられたスウェーデン自然史博物館の研究職に1908年から採用された。ヨーロッパを旅し多くの植物学者と知り合うことになった。1914年にルンド大学から博士号を得た。同じ年に レグネルの基金で行われることになった3回目の南米探検に参加することになるが、ドイツの植物学者、イグナーツールバンと、スウェーデン自然史博物館のカール・アクセル・マグヌス・リンドマンから途中、キューバに1ヶ月、イスパニョーラ島に8ヶ月、泊まって植物採集をすることを依頼され、エクマンもそれに同意した。エクマンのブラジルへの出発は、第一次世界大戦の勃発や、 ハイチの政治的混乱、キューバでの薬病の発生によって、さらに遅れることになった。1914年に、ハバナに上陸し、1917年にしばらく、ハイチを訪れた他は7年間キューバに泊まった。スウェーデン王立科学アカデミーからの異論を受けて、イスパニョーラ島に1924年にわたり、数百の新種植物を発見したとされる。 1924年から1928年までハイチで、その後はドミニカで植物採集を行い、1931年にドミニカのサンティアゴデロス・カバリエロスにて41歳で病死した。カリブ海諸国の植物に知見に関して最も貢献した植物学者であり、2000以上の新種を記載し、集められた膨大な標本はカリブ海諸国の植物賞の研究に、 現在も利用されている。植物研究だけでなく、ダイアンティル諸島の最高峰でもあるピコドアルテの標高を正確に測定し、鳥類、動物の標本も集めた。その中には、エクマンの名前が付けられたヨタカ科の鳥類、カプリムルグスイックモニーがある。1991年に、エクマンの名前を冠した、キキンインスティート・エクマンがスウェーデンと、 カリブ海諸国の交流のために設けられた。イネカの植物の俗名、イークマナクロアヒチック、ヒクカの植物の俗名、イークマナヤグリースン、アレクマナヤ、ビーノールヤのボタンカの植物の俗名、イークマニア,アカリサーブに懸名されている。エクマンは植物の学名で命名者を示す場合に、エリクレオナルドエクマンを示すのに使われる。ありがとうございます。